疲れ様です。ありがとうございました。あしゃどうしたの急に。いやいや、そうですね。こんにちは。やめてよ、ちゃんと。お疲れ様です。始めてんだからさ、これ。じゃそれさ、いつから始めた気持ち悪い始まり、それ。ん気持ち悪い。なんか気持ち悪い。いや、お疲れ様でした、みたいな。気持ち悪いんだろ、ね。あと、俺、あれ思ってんだよ。うん。何お前が第100回。うん、ディズニーとかでちょろっとやったのにさ、うん、その約束も守らないでさ、うん、その普通に路上で撮ってさ、また、うん、それならテンションが全然上がんないって言ってるこっちは最近ずっと、うん、あ、そうだったんだ。もうラジオに対しての量がどんどん減ってって、うん、もし300回とか行っても、うん、どうせ路上なんだろうなと思ったら、うん、もう全然もうやる気がない。それは申し訳ない。俺がこううまくあなたのモチベーションをさ、うん、上げないのが原因、うんうんってことだよな。うん、オッケー、じゃあ分かった。え？なんだ。じゃあ、うん、11月の後半で、うん、平日どっか休み作って2人でディズニー行こう。行きません。わざわざ行きません。もちろんラジオ回さないから、そこでは回せって。それ取りに行かないと絶対回さないから。絶対回せって。2人で並んで途中ネタ合わせとかしてさ。ネタ合わせいらないよ。じゃあ行かねえ。途中疲れたのやつネタ合わせして、もちろんそっちに行けばそっちもちってこと。いや、あなたもちどっちかっていうと、なんでモテねえよそんな。だからもちろん平日っていうのはちょっと安い時期ね、安い日じゃん。あ、そんなんあるんですか。そう、ちょっと安い。祝日の方が安、高い。高い、高い。平日の方がちょっと安いから、あなたもちでぜひ、ね。じゃあ行かねえよ。無理？わざわざ。うん。じゃあもう半分半分でいいよ。まあ。なんで行きそうなんだよ。なんで行きそうなんだよ、それは。ちょ。もう本当にさ、二人でディズニー行くとしたらさ、ああ、どっちがいい？Cとランド。おいしい。俺も C だな、確かにね。 C だけど、でもランドの方が知ってるっていうのがある、うん、俺は。あ、そうなんだ。だからもうちょっと街飽きちゃってるっていう。うん、街を飽きちゃってる、うん、あの歩いてさ、うん、これやるねとかのやつ飽きちゃってるっていう、うん、あ、まあまあ言っても1、2回なんだけど、その1、2回ぐらいで道覚えちゃうから。あ、そっか、確かにな。1、2回って普通全然わかんないもんね、特にディズニーの道なんか。そう、でも俺なんかわかんない。あ、本当にすごいな。頭の中もちろん。マジで、あ、すごいな、あなた。C はもうまだ全然わかんない。1回ぐらい行ったことあるの。1回ぐらい。あ、じゃあ、あ、全然ディズニー行ったことないんだ。そうかも。へぇ、そうなんだ。俺個人的にあれだけどね、パレード見たいなって思っちゃうけどね、ランドで。うわ、大人ぶってるわ。正直、パレード見たいな。何がいいん、パレード、マジで。いや、パレードこそじゃない、うん、なんかさ、うん、その動画で見てても、うん、そのもう生で見ても一緒なの、うん、違うよ。雰囲気とか匂いとかまず違うじゃん。うん、まあまあそこは違う、そこは違う、そこ絶対違う。で、乗り物も違うとこじゃん、うんうん、パレード一緒って。いや、ちょっとパレードもだからその匂いとかも雰囲気も含めたのが一個あそこで自分の眼前に広がってるわけじゃん。じっとしてる時間もったいないって、あんなディズニーで。だって動いた方がいいもん。そうなの。もっと散策してみたりとか、うん、じゃあそのあれってこと、その人いなくなったからアトラクションめっちゃ乗ってみるみたいな感じ。あ、とかとか最高じゃん、うん、学生すぎるだろそれ。とかあれとか、うん、それ学生の発想だよ。隠れミッキー探すとか。そんなやつ見たことないんだけど。隠れミッキー探してるやつ見たことないんだけど。とかがいいんじゃないかな、うん、いたでしょ別に。探し行こうでじゃないじゃん、隠れミッキーって。じゃあ飯食えばもうビール飲んだりとかして。あ、ビール飲むは贅沢かもな。なんか俺お前と USJ 行きたくなってきた。なんで？バタービール。バタービールの方。バタービールの方飲みたくなってきちゃって。まあなんかあれだね、なんか雰囲気としてはさ、うん、なんかこうやって冗談で喋ってる、うん、でもなんか本当に行きそうな感じあるね。ない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 、一切ない。でも本当にそうだよ、気づいたら100回目も超えて3ヶ月ぐらい経ってるからね。いや、そうよ、うん、で100回前なんかはさ、ちゃん盛り上がってたというか、俺の中で盛り上がったどうするみたいな。あ、そうなんだ。いや、じゃあ、はお前含めてだよ。なんて言ってそうだろう、うん、いや、じゃあだから、うん、飯とか食べながら配信するとか、うん、あなるほどね、確かに。え、じゃあ新しい件じゃないよ、言ってたよね。言ってた、忘れてんだ。でも無理じゃん、こんなやつは。
なんでだよ。普通の人との何でそうなる付き合いも、こんな普通の会話も忘れちゃって。ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、超限界だったから、その普通に。なってなって。150回とか行ったらどうするっていう。ああ、話、うん、150回って10ヶ月ぐらいだよ、10ヶ月後くらい。あ、じゃあちょっといいか。遠いね、確かに。111回とか。あ、もう過ぎました。ああ、ポッキーの日は過ぎたか。もうポッキーの回ね。ポッキーの回。うん、ポッキーの日はそろそろだけど。113。3。うんだ。これ4回目だと思う。114。115回ってどうするのか、そっち。やんねえよ、何も。さすがに何もやんねえよ。いいけど。どういう数字なんだよ。15で割り切る。誕生日祝え。はい、誕生日祝え。俺の誕生日祝え。後半行く、後半行くかも。待って、あなたが早くトークしなきゃいけないんだよ。やめてくれよ。やめてくれよじゃねえけどさ。いや、そのね、俺もあなたのために考えてますよ、うん、もちろん。あ、ごめんなさい、それちょっとだいぶ、なんか俺はあなたに、うん、なんだったかな。だから、俺の誕生日の本当に、その日、あ、次の日か。うん、俺の本当の誕生日の、あ、ちょっと言えないんだけど、誕生日が。俺ちょっとミステリアスな男だから。うん、誕生日。わかりやすいじゃん。次の日に、ライブあって、で、あなたから、あなたがその時にね、指をパンパンに膨れ上がってた日ですよ。おう、そうそうそう。で、その時に、俺も忘れてた、正直もう自分の誕生日だったってこと。もうパンパン、そのこっちの方が。そっちの方がびっくりして、ライブだったし。じゃあなたから呼び込みの時に、まだ祝います。まだ私は祝いませんよ、体調が悪いので。待っててくださいね。みたいな、言ってたから、そうそうそう。うん、1ヶ月ぐらい黙ってましたね。私は早く祝え。あ、マジピッて言ってるやつ前早く祝え、俺誕生日祝え。いや、だって俺さ、あなたよ、もう誕生日プレゼントで渡すもん決まった、うん、あ、本当に、うん、ただ今手に入らない。なんで？こうやって来年の、うん、来年にしかない、うん、もうは？ちょっと待って、いや、今あるもんって渡してくれよ、じゃあ来年、俺来年にかけてるの、それ。あ、え、どういうこと？何をくれようとしてんの？聞くのは不遂か、さすがに。そうね。行きじゃないもんね。まあ、聞いてもいいよ。あ、本当に？うん。え、何かプレゼントしてくれる予定なの？お手帳あげようかな。カレンダーにちゃんと書いてある。うん、でもなんか、喋ったら、うん、その、来年のとかないのよ、まだ。でも、あと残りこの2ヶ月だけを。うん、もう2025売ってるでしょ。売ってる？まあまあ調べちゃう。それこそ昨日俺図書館あなって言った、売ってた、本屋さん行ったけど、2025ダイアリーみたいな。あった。うん。あ、じゃあもうあるのな。あるのだ。あるのだ。後すぎるって。あるのだじゃねえよ。あるのだ。どういう言葉遣いなんだよ、それ。じゃあ、まあ、それにします。まあ本当に、その、なんていうの、自分では買わないけど、あったら嬉しいものとしては、うん、本当にちょうどいいね。ありがとう。あとやっぱその本当に嬉しい。今なんかその横開き、うん、横長の変なさ自由帳みたいのをに書いてるから。ライブのスケジュールとかね、バイトのスケジュールとか全部見にくすぎるから、あんまり。確かにね。うん、で携帯には書かないっていう、そのなんかわけわかんないポリシーがある。まあ、そうね。写真撮るっていう、それを。誰やめてほしい。あ、俺も見やすくしたいっていう。なるほどな。あ、ありがとうございます。あります。まあプレゼントの話はいいんですよ、別に。実現するかしないかどうも分かんないし、あと俺はその言葉だけ聞きたいっていうか、分かってるよね。じゃあもう今日のタイトルコール後の言葉はあなたに任せていいかな、3文字じゃなくてもいいかな、もう。よし、じゃあ行きましょう、はい、せーの、ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ誕生。うわ、最悪だ。続きがあるんだよね。じゃあ単調3文字じゃなくてもいいから。美おめでとう。ありがとう。よし、ありがとう。こう見ながら深まるね。この後めちゃくちゃ喧嘩するかもしれないけど。いや、そんなことない。 なんで喧嘩を匂わせんの、常にお前って。それもなんかな、腹立ってそのイライラしてくれるのがある。
なんかそのあ、そうなの、この後二人で喧嘩しましたみたいな、なんかそのそんなことないのに、みんなお余分な一言を言いたがる。あ、難しいですね、人間関係っていうのは。だから、まあ、前回今泉さんに僕がコテンパンに邪魔にされたわけですけれども、邪魔されたわけですけど、はい、フリートークゾーン、はい、ちょっともう一回最初から喋ります。うん、はい、9月の、うん、そう、僕の誕生日の日に私、そう、うん、言っちゃった。私ベトナムに行ってますよ、ベトナム。あ、知らない、知らなかった、知らなかった、ありがとうございます。あの友人の結婚式で、行ってきて、で初めて海外旅行よ。あ、すごい、ね、俺なんかパスポートも取って、パスポートもともと持ってた、なぜか海外旅行に売ってないけど持ってた、なんで分かんないけど。おで、なんか初めて海外旅行が、しかも一人なんよ。怖いっしょ、やばいよな。で、まず成田空港も初めてだし、で、途中成田空港の途中さ、どっからだったかな、なんか京成八幡みたいなとこから行くじゃん、行ったのよ、乗り換えて成田空港の第二ターミナルみたいなところに向かってたんだけど、途中何駅だったかな、めちゃくちゃ田舎の駅あって、いや、あんのよ、知らへん、怖すぎる。青の KK って書いた線でしょ。あ、そう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 、これ本当に成田空港現れんのって思うぐらい田舎で、あっちやばい、でもだんだん不安になってくるし、本当に着くんかっていう、ね、そう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 。で、まあ、でもそれでもなんかその、まさかね、2駅ぐらいでさ、こんなに世界変わるんだってぐらいさ、ちゃんとね、成田空港着いて、で、成田空港もすごいじゃん、広い、ばっかり広くて、でもなんとかこう、着いて、ベトナムに着いたの、ベトナムに着いて、この話言ったかな、今のとこ、今までベトナムスタートでもなかったよ。ベトナム着いて、暑いのね、こっち涼しかったの、その時、あっち暑くて、暑いと思いながら、季節としては逆ではないでしょ、近いんだけど、ちょっと遅いんかな、あ、向こうがちょっと暑いんだと思う、あ、なるほど、赤道近くで、あ、そう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 、で、めちゃくちゃ暑くて、よっしゃ、水買おうと思うて、水買おうと思うじゃん、で、俺、クレジットカードと、あと現金8000円しか持ってってなかったのよ。クレカでも何枚か持ってったってこと？1枚、あ、1枚、取られたりするの怖いからさ、とことん置いてって、できるだけクレジット決済にしようと思ってたのよ、で、じゃあ水でも買うかと思ってクレジットカード払おうと思ったら、使えるクレジット、マスターカード、ビザって書いてあって、自分のクレジットカード見たら、JCB なのよ。使えないよ。そう、使えない、全然嘘でしょと思って、やばいやばい、あ、JCB、 あ、そうだ、ビザって海外旅行に適してるって言ってたわ、確かみたいな、JCB 無理じゃんって思って、でも現金水で買うのもなっていう、8000円しかないのに、移動費だけでもどんぐらいかかるかも分かんないさ、下ろせないんだ向こうで、あ、下ろせなかった、やばやばいと思って、何しにで、まあとりあえずもう移動しようと思って、市外にベトナムのハノイか、ハノイのあたり出てみようと思って、ハノイにこう出ようと思って、タクシー呼んだんよ、なんかあんのね、アプリで呼ぶ、そうそのめっちゃ安全だって言われてるタクシーの名前で呼んで、これでこう行こうと思ったら、まあクレジットを遠隔で決済するって、クレジットのカード打ち込んで、で、じゃあ、はい、ワンタイムパスワードをあなたにショートメールに送ったんで、ワンタイムパスワード送ってくださいって思ったら、eSIM で行ったんよ。eSIM? おう。もう QR コード読み込んで、別の SIM 追加するみたいな。で、行ったんよ。だから、日本だと、俺の電話番号で SIM が登録されてて、で、eSIM っていうのはその会社で、そのね、登録されてるから、俺の電話番号じゃないわけよ。電話回線は繋がってないね、今俺のスマホ、その時は俺のスマホ、だからショートメールも動かないよ、そうだからワンタイムパスワード、打ち込めなくて、やばい終わったと思って、怖っ、やばい8000円しない、しかも日本円で8000円で、やばいやばいやばいと思って、で、成田空港戻ってからもう何やるか分かんないから、日本円で現金をちょっと持っていこうと思うじゃん、
やばいぞと思って、うん、そっからまで2時間ぐらい立ち往生して、もしかしたら遅いかもしれないと、満点パスワード来るのが、うん、もう少し待ってみようとか思ってたら、うん、全然来ないわけ、うん、なんとかこう換金8000のうち6000だけ換金して現金6000で行って日本円で、そうそうそう、向こうでなんとか6000を変えたんだ、向こうの、あ、そうね、向こうの金にもういいや変えようと思って、うん、8000円のうち6000円を使って換金して、うん、じゃあこれでっつって、その集合場所があったんよ、そのホテルに移動する、うん、じゃあこれでそこまでお願いしますっていうふうに言って、うんうん、うわマジでまあ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 よかったじゃよかったかと思って、とりあえず、うん、なんかまあ交通費のめどだけ払ってと思って、うん、なんかそこまで一言も喋ってないわけよ、朝から、朝から一言も喋ってないわけよ、人間と。タクシーはどうすんの、ん、呼んでどうやって行ってもらったの、あ、だからその目的地も全部ここでスマホで、うん、あの登録して、でも運転手さんはどこ行くか分かってる状態で連れてくみたいな感じの、で金額も観光みたいに言われないの、だからそう、だから俺最初こう乗るじゃんタクシー、久しぶりに人に会ったと思って、うん、俺ハロー、うん、I'm from Japan、うん、Nice to meet you って感じで言ったら、うん、おい、いいです、めっちゃすかされて俺運転手に嬉しくなってテンション爆上げで、あの話しかけたらめちゃくちゃすかされて俺運転手に、で、いや、Yes, so I'm, I came to Vietnam first time, so I will go to my friend's wedding party、 結婚式来ましたね、言ったらイエス、疲れて、もう気まずすぎてそっから一言も喋れず、うん、と思ったら運転手が急にハッハッハッって喋り出したね、ベトナム英語が分かんなかったけど、そうんって思って、うんって言ったら、まあ、接客中なわけじゃない、お客さん乗っけてるわけじゃない、プライベートの電話し始めて運転手がいや、やっぱそういうイメージあるもん、向こう自由だなと思いながらついて、センキューって言って降りて、でもそこからもう友達に会ってもう安心よな、うん、友人に会っても、あ、そう迎えに来てもらってもう安心で、うん、明日結婚式するのか、ってかベトナムえぐいなみたいな、うん、すごいなこのバイク社会なんだねみたいな、うん、でマジで、うん、その結局バス乗ってみんなでそのホテルに移動したの、日本からの参列者とか、ハノイ周辺のその新婦のお友達とか、うん、でこうバスでこう移動するじゃん、うん、もうたまたま帰宅なしの時間に移動になっちゃって、すごいのよその車超渋滞してて、でバイクめちゃくちゃあって、すごいよのバイク、すごいのめっちゃバイク社会なんだねみたいな言ったら、友達がこれはほとんど無免許らしいよ、みんな無免許でバイク乗り回してるらしくて、ベトナムは、あ、そうなんだ、多分10分の1ぐらいだよみたいな、免許持ってる人は、っていうぐらいだから発展途上というか、うん、で、まあ、まあ、で、まあ、次の日になって、うん、結婚式じゃないですか、うん、本当に俺そのオープニングから泣いちゃって、うん、入場ぐらいから、入場ぐらいから、うん、入場もさ、日本の結婚式みたいにさ、新郎新婦入場ですバターンとか何か開くわけでもないし、もうずっと見えてんの新郎新婦、でめっちゃ新郎もいろんな手配とかしててずっと見えてるのに、ああ急になんか入場みたいな音楽かかって、ああでも行かないと、あ、そうみたいな感じなのになぜか泣けてきて、ああそこからもうずっと泣いてて、で俺その新郎の大学の友達として一人だけ、ああ友人枠一人だけ、他同僚が何人かいて、そこは日本からの列席者みたいな感じだったんよ、それ同僚の方と同じ席いて、ああ今の仕事のね、ああ同僚の方と同じ席 で、 ああでそんなに喋ってもない、ああそんなに仲良く喋ったわけでもないんだけど、うん、その俺めっちゃ泣いちゃってたから、うん、めっちゃ泣いてたからあんま知らない人たちに俺めちゃくちゃ写真撮られてて、見せ物みたいに、見せ物みたいに、で、でも本当には泣けて、でも最初だけ泣けてくるの、最初の新郎の手紙、新婦の手紙とかもう最初にあんのよ、でも奥さんベトナムだしよ、そうベトナム語でその宝マグラ日本語は分かる、日本語は分かるし奥さんも日本語喋れる、喋れるんだ、あ、すごい優秀だから、まだ新郎に近いところは日本語でやって通訳がいてみたいな感じで、でなんかだんだん育ってくるとなんかクイズとかにやってくるんだよ、クイズみたいな、ゲームみたいな、参加する人みたいな感じで、あ、じゃあしまーすみたいな感じでみんなでこう言って、じゃあ、まあ、どっちか答えが今から言うことは新郎のことか新婦のことか当ててくださいみたいな、
感じで、うん、そういうのもある、うん、そうそう、でももうザルよ、ザル、本当に質問がなんか、うん、じゃあ新郎と新婦よく喋るのはどっちでしょうみたいな、うん、ちょよく喋るってその最初の挨拶の時言ってたじゃんみたいな、そのどっちはよく喋るみたいなみたいな、でもザル、超ザルなのよ。あ、だからそのMC みたいなのが田中さんの方がやって喋って、そうそうそう言ってたじゃんみたいな、うん、でも一番だけクリティカルなものがあって、うん、じゃあ新郎と新婦、うん、最初に家に誘ったのはどっちでしょうって言って、親も言ってる、親も言うなんかなんでその質問 OK だったんだよと思いながら、でも新郎新婦はこれですね、こ、う、れ、ん、日本じゃありえないじゃん、確かに日本じゃ大変詳しいよ、答え新婦だったし意味が分かんない、そんな恥ずかしくないと思ってさ、普通に何それと思ってさ、新婦がベトナムの血が騒いだな、うん、ね、やばいよね。で、なんかそんなんがあって、でも結婚式が無事終わって、うん、で、まあ飛行機までの時間じゃあ、まあ、あの友達とも別れて、うん、じゃ あのベトナムを満喫しようかと思って、うんうん、いろいろ歩いてで友人から勧められてたその、うん、ベトナムのめっちゃいいマッサージあるよ、そこだけ行ってみたいよ。基本的に口に合わないのね、ベトナムのもの合わなかったから、紹介されたご飯屋さんとかも何も行けなかったんだけど、そこだけ行ってマッサージやった、本当に雰囲気よくて、最初サウナ温泉入ってサウナ入ってシャワー浴びてからこうマッサージ始まるみたいな感じなんだけど、やってくれた人がベトナム語しか喋れない人で、でマッサージしてくれたんだけど、でもよくわかんないのよ、なんかへいへいへいってこう俺腰のところ叩かれて、なんだと思って腰を上げて、はいってこう下げてって言われみたいなこと言われて下げてみたら、なんかめっちゃ熱いものを置かれてて、熱っみたいな、日本語やっぱ急に日本語出るね、ずっとあっちで英語で喋ってたんだけど、日本語急に出るね、熱っへへへへってめっちゃ笑われて、なんかわかんないけど、だから本当にわかんなかったね、マッサージが何されてんのか、本当に一番最後に本当にわかんなかったんだけど、一番最後髪の毛引っ張られた俺ずっと、こもるじゃん、意味が分かんなかった、ベトナムの旅行のお話でした。ありがとう、ありがとう、いや本当すごい楽しかった、楽しかった、違う違う、査定の時間いらねえよ、審査コメントの時間いらねえよお前、はい、10枚パックかお前、じゃあポイント入れます、あ、じゃあ毎回じゃあね聞く方ポイント、うん、100点満点中、100点満点中、うん、62点、うん、ここから始めてこうや、スタート時点、うん、ここから始めてこうや、まあ、なんでかって言ったら、うん、なんかどこに向かってるかわからない、うるせえオチが、うるせえで、その、あ、最後それがオチなんだと思ったらもうベトナムからでもいい、もう結婚のパートもポポッとこうはしょいでいいしとかね、もうだって、まあ、そう考えたら62高いんじゃない、 KK のとこ いらないもん、よく考えたらそれあなた言ったんだろ、それあなた言ったじゃん、あの線の話いらないもん、あなた言ったんだろ、じゃ田舎すぎるみたいな話いらないもん、いらなかったあれ、だから、まあ、でもすごい、じゃ次回俺が、あ、そうね、まあそういうことでお互いこの点数を上回る面白い話、確かにな、ここから始めてこうや、いや本当そうよっていうね、いやでもめっちゃ、いやでも普通にいいよな、え、で足りたの結果どれで払えたの、その、あ、そういうのをオチにすればいいのか、払えたかどうかとか、あ、結局新郎に1万もらった、あ、もらったじゃん、あ、足りなかったよ、足りなかった1日目で亡くなりかけた危なそれでマッサージ行ってって言われて、マッサージ行くよ、4000ぐらいじゃない、あ、でもするね、ちゃんと、まあ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 、そうね、でも4000で、その結構いいコースよ、それは、だいぶいいコースだから、4000だから、こっちで言うと多分2万8000とかとかなんじゃない、多分3万6000なんか、よくわかんないけど最後軽食もついてたしね、お美味しかった、そう美味しかった、バナナと鶏肉、何それ、あ、その向こうのその美、うん、美をなのかもしれない、なのかもしれないっていうね、いい話ありがとうございます、いい、まあでもあなたのね個人の、うん、そのニャカニャカニャカラジオ、ニャカラジの方聞けば、うん、だいたいこういうのが載ってると、あ、まあそうですね、落ちのない話がだらだと喋ってくれるっていうと、うるせえよお前、で聞いてる、ありがとう、まあ、ほんと興味深い話、なんだそれお前、興味深いって、興味深い、恥ずかしいな、待ってるよお前、エグテスつけたらインタレスティングなお話、うるせえよ、しうるせえよ、ファニーだって欲しいわ、ファニーじゃない、インタレスティング、うるせえよ、はい、というわけで
バイヤー。バイヤー。